いよパレード始まったね。トリックはトリートつーか、ほんとすげえ人だな。さっきよりさらに人増えたんじゃね。パレードを見に来た人もたくさんいるから余計に人が多く見えるよね。あ、ごめんおたえちゃん、今足踏んじゃった。全然大丈夫、私も何回かアリサにぶつかっちゃってるし。あれ、おたえだったのか。けどさ、仮装して街を歩いてるだけなんだけど、なんかすっごい楽しいね。それわかる、非日常って感じがしてワクワクしてきちゃうな。景色もいつもと違って見えるよね。ねえリミリー、一緒に叫んでみない。え、叫ぶ？どうしたの急に。なんか叫びたい気分になっちゃった。せーので、ハッピーハロウィンね。いくよ、せーの。ちょっと待って、私もやりたい。おお、いいじゃん。さあ、やろやろ。ていうか、アリサもおたえも一緒にやろうよ。え、うちらもかよ。それじゃあ行くよ、せーの、ハッピーハロウィン。なんかめっちゃ気持ちいいね。はあ、最高。街中で叫ぶなんてこんな時しかできないよ。サーヤのテンションがめちゃめちゃ上がってるんだけど、非日常の力、恐るべしって感じだな。わあ、ねえねえ、今前にいたお姉さんからお菓子もらったよ。ありがとうございます。なんかこのパレードは参加者同士でお菓子を配り合ったり、沿道の人がお菓子くれたりするんだって。そうだったんだ。それならもっとお菓子持ってくればよかったな。他にもパレードの中に審査員も混じってて、参加者の仮装を審査してるらしいぞ。え、全然知らなかった。つーか、普通にホームページにも書いてあったろ。それくらい読んでおけよ。アリサは読み込んでたもんね。読み込んではない。あと確かパレードの後半にステージがあって、そこで審査員の人に向けてなんかアピールするんだよね。そうなの。え、何する。それまでに考えておかなきゃ。目指すは優勝だよ。絶対無理だって。周りのクオリティ見てみろよ。さっき一緒に写真撮った親子だってめちゃめちゃクオリティ高かったし。今年は様子見って感じで、狙うは来年かな。だね、来年は絶対優勝しよう。けどペットを連れてきてる人も結構いるよね。こんなことならおっちゃんも連れてきてあげればよかったよ。それ私もちょっと思った。ジュンとサナも来たらすっごい喜んだと思うな。そういえばおっちゃん、私が家を出るとき一緒に行きたそうな顔してたんだ。はあ、おっちゃんを連れてくるってどんな仮装させるんだよ。私がウサギだから、おっちゃんは私。おたえワールド全開だな。じゃあさ、来年はそうしよう。来年は家族も一緒にパレードね。うん、賛成。お姉ちゃん来てくれるかわからないけど、一応行ってみるね。アリサは？おばあちゃん？いやいやいや。それいいね。アリサのおばあちゃんの仮装見てみたい。やめろって、来るわけねえだろ。アリサのおばあちゃんはどんな仮装がいいかな。私盆栽がいいと思う。それいい。アリサが後ろからジョーロ持ってね。あれはさっきのハートのジョー。それいいよ。そしたらアリサはもちろんアリスだよね。あ、不思議の国のアリサだ。またそれかよ。去年もそんな話してなかったか。つうか、人んちのばあちゃんで遊ぶな。言っとくけど、このことは絶対ばあちゃんには内緒だぞ。本当にノリノリできそうだから。私はやっぱりあっちゃんかな。
あっちゃんと一緒に来れたらすっごい楽しそうだな。ああ、けどあっちゃんはアコとロックと一緒に行っちゃうかもね。最近あんまり私と遊んでくれなくってさ。それはあれじゃない、アスカちゃんが羽岡で楽しくやってるって証拠じゃない。全然いいことだと思うけど。そっか、うん、そうだね、ありがとう、さあやって、え、どうしたの、かすみ、急に。あれは、ひょっとして。おい、かすみ、待てったら。